あのね、これは実際に僕の知り合いが体験した話なんですよ。いや、これがね、不思議で、怖くて、ちょっと考えさせられるような話なんですよね。あの、ちょっと聞いてもらえますか。その知り合い、エ君って言うんですけどね、彼、地方に出張があったんですよ。ね、泊まったのは、古いけど趣きのある旅館だったんです。夜、 部屋でくつろいでたら、どんどんって部屋の襖を叩く音がしたんです。おかしいな、おかしいなと思って開けてみたら、そこに立ってたのはね、白っぽい着物を着たおばあさんなんです。おばあさん、何も言わないで、すっと手を差し出してくるんですよ。ね、えくん、怖いなと思いながらも、その手のひらを見たらね、そこに小さな紙切れが乗ってるんです。 その紙を手に取ってみたんです。見ると、くるびた和紙みたいな感じで、何か文字が書いてあるんです。何か書いてあるみたいなんですけどね。よく見えない。で、これ、何ですかって聞いたら、おばあさん、急にスッといなくなっちゃったんです。でね、読もうとした瞬間ですよ。その紙が、スッと手から消えちゃったんです。 って思って、襖の外を見ても、おばあさんはもういない。怖いけど気になって、部屋を飛び出して探したんですが、どこにもいないんですよ。次の日の朝ですよ。君が悪かった絵か、旅館のおかみさんに聞いてみたんです。昨夜、青い着物のおばあさんが来たんですけど、って。そしたら、おかみさん、驚いた顔して、青い着物を着たおばあさんって、 もしかして、掃除をしているあの人って指さすんです。A 君はそっちを見ると、確かに、あの青い着物のおばあさんが廊下で掃除してる。でもね、これがまたおかしいんですよ。その時、A 君、旅館の中庭の窓から外を見たそこにも同じおばあさんが立ってたんです。おかしいな、おかしいな、って思って、再び振り返ると、廊下にいたおばあさん、 いつの間にかいなくなってる。それだけじゃないんです。家に帰った後、何者かが夢に現れて、よくぞ帰ったと言ったそうです。そして、ある夜、仕事を終えて帰る途中、A 君、ふとポケットに違和感を感じたんですよ。取り出してみたら、あの消えたはずの紙が入ってるんです。怖いなぁと思いながら、 震える手でその紙を広めてみたら、そこにこんな文字が書いてあったんです。裏を見ろ。A 君、急いで裏を確認したんですけどね。そこには何も書いてない。でも、よく見ると、指紋みたいな跡があったんですよ。おかしいな。これ、なんだろうと思っていたその瞬間。周りから急に声が聞こえてきたんです。戻ってくるな。 戻ってくるなって囁くような声があっちからもこっちからも。それ以来、エク、その旅館どころか、その街にも近づけないって言うんです。その後、エクはその土地を離れるとき、その旅館の近くに、彼の家系に深い関係のある墓地があったと知ったそうです。でもね、一番怖いのは、その紙。 未だに彼の家のどこかにあるらしいんですよ。いや、考えただけでゾッとしますよね。